前半28分 FC 東京の先制シーンです。フリーキックから東のシュート、これがディフェンダーの間をスルスルっと抜けていきましてネットを揺らします。前半31分のトス、リスタートからの岡田のクロス、そして池田のシュート、わずかにゴールの左。前半の35分、今度は豊田のヘディング、これがゴールの左。このヘディングで少しこう右に巻いていくようなシュートなんですが、ゴールを捉えることはできませんでした。後半です。失礼、もう一つこれはサガン鳥栖です。前半豊田のヘディング、これが前半の39分でした。そして後半です。後半1分、手元の時計ではまだその1分を経過しない状態で、今日注目の渡辺一馬、落ち着いてゴールキーパー赤星をかわしてシュート。非常にこのサガン鳥栖戦は相性がいいこの渡辺一馬が2点目を取れば、そのすぐ後今度は渡辺一馬、今日2点目、見事なループシュート、ゴールキーパーの位置をしっかり見ての芸術的なシュートとなりました。これで3対0。しかし後半このペナルティーエリアで PK を得ます。これを鳥栖の豊田が決めて、渡辺一馬と豊田7点で得点ランキングに並びました。そして石川のこのシュート、バーに弾かれます。頭を抱えた石川。後半の34分、このヘディングはクロスバー、そして後半のもうアディショナルタイムです。フリーだった水沼、きれいに流し込んで3対2、1点差に詰め寄ってアディショナルタイム残り4分というところだったんですが、